メディアを再生する東武動物公園の本土ドタヌキ、夏毛の本土ドタヌキホンタヌキは、猫目犬型ヌキ属に属するタヌキの日本産アシュ。顔の目の周りの黒い模様から八文字と呼称されたり、地域によってはアナグマと区別されずにムジナと呼称されるなど、本アシュの呼称は様々である。体長は40から50センチメートル。お長約15センチメートル。 体重3から5キログラム。寿命は野生では約5から8年。動物園で平均10年。指は前肢が5本、後肢が4本。前肢の親指は他の指から離れており、足首寄りにあるので地面にはつかない。芝犬よりも小柄である。体型は狐などに比べると丸みがあるが、原始的な犬科の特徴の名残だと考えられている。体毛は 夏と冬にかえげがあり、冬家の本足は太って見える。なお、体毛の模様は意外と個体差が大きい。昭和教皇後に農林省主導で農家におけるようたぬ企業が奨励された頃の指南書によると、たぬきし十字し白色し八文字しの4種に分類され、白色し八文字しは稀なものとされている。生息地域は日本の本州。 四国、九州。平地から河口山帯まで多様な環境で生息している。佐渡島や行島、薬島などの島に生息する本阿衆は人為的に移入された個体であり、北海道の一部に生息するエゾタヌキは地理的亜種である。本阿衆の生息地は主に里山で、体型は里山のヤブの中の行動に適している。身を隠せる。 紅葉樹林の下草が密生した場所も好む。エゾタヌキは冬ごもりをするが、本アシュは冬ごもりはせず、真冬でも活動する。また、山野の,のみならず、都市部にも少なからぬ個体が生息している。活動時間帯は主に夜間である。歩行は、キツネが足跡をほぼ一直線に残すのに対して、本アシュは打行した足跡を残す。これは、キツネの肩幅が狭く、 の亜種の肩幅が広いことに起因する。木に登ることもできる。植生は雑食性である。農作物や生ゴミなどの人為的なものから、銀杏、果実、ネズミ、鳥、カエル、ヘビ、昆虫、サワガニ、ザリガニ、ミミズなど何でも食べる。の亜種はため糞をする。数頭で一緒に糞をする場所を持っており、そこに糞をためる。これをため糞という。 タメフンの規模は季節により異なり、大きなものは直径約1メートル、高さ約10センチメートルにもなるが、カキはフンを食べる昆虫の活動が活発になるので、それほど大きくはならない。ホノアシュの活動領域は他の複数の個体と重なっており、入った性がない。タメフンは活動領域が重なっている複数の個体によって形成される。ホノア種はギシュは儀式をする。 春から夏にかけては子育ての時期である。3月中旬に巣穴の中で通常は3から5匹出産し、小狸の体長は約15センチメートル、体重は約100グラムで、体食は農家試食。子育ては夫婦で行う。調査結果によって差はあるが、基本的にメスよりオスの方が多く生まれるようである。5月初頭になると幼獣は親狸夫婦と一緒に、 巣穴の外に出て行動するようになり、食べ物も自分で見つけられるようになる。夏は親子で行動する。秋は子供が親離れをする時期である。夏の終わり頃から親子の関係が弱くなり、また子供同士の関係も弱くなる。そして秋になると子供たちは各自独立していく。この時期に例外的に小たぬき同士で激しい戦いをする例が確認されている。 冬は、オスとメスがバンを作る季節である。この年に生まれた子供がバンを作ることもある。一方、親タに関しては、同一のバンがこの冬もバンになるかどうかは不明である。ホノアは自身で巣穴を掘るが、狐やアナグマが掘った穴を利用することもある。アナグマの巣穴の場合はその規模が大きいので、使用していない一部の穴を曲がりすることもある。 人間の近くに生息する個体は人家の床下や物置、資材置き場の土管なども巣穴として利用し子育てを行う。近年はビオトープとして本アシュやキツネ用に人工的な巣穴の整備が行われている。秋に親離れした子供の活動領域は親の活動領域内に泊まる個体もいれば親の活動領域から出て新しい地域へ 自分の活動領域を求める個体もいる。ほアシュは群れを作るが、その群れの単位はオスとメスの番による子育て家族である。雑食性のため個々に採食すればよく、同じイヌ科の狼のように群れによる狩りを行う、必要がない。食物の量が豊富な場合は、複数の個体の活動領域が重なっていても、争いは起こらない。それは、ほアシュが個々に採食するため、 他の個体と彩色で競合することがなく、また、新たな食物を開拓して、競合を避けることができるからである。このように、本亜種は雑食性のため、他の個体と競合することが、基本的にはないのである。他の番と活動領域が重なる部分に影響しても、争いは起きない。本亜種は、入った性がない。を、参考文献とする、脊椎動物の儀式は、動物催眠。 または、持続性不動状態と呼ばれることもあるが、この節では、義子という語句を使用して説明する。義子の気候動物は、自らの意志で義子をするのではなく、義子は、刺激に対する反射行動である。哺乳類では、タヌキや、ニホンアナグマ、リス、モルモット、オポッサムなどが義子をする。義子を引き起こす条件や、義子中の姿勢、義子の持続時間は動物によって様々である。 イワン・パブロフは、脊椎動物の下肢の気候を次のように説明している。不自然な姿勢に置かれた動物が、元の姿勢に戻ろうとした時に抵抗にあい、その抵抗に打ち勝つことができない場合には、ニューロンの過剰興奮を鎮めるための、カエルやハトなどは、強制的に仰向けの姿勢をしばらく保持すると、不動状態になる。また、オポッサムは雇用手に捕獲されると体を丸めた姿勢になって、 技師をする。技師の利点本種が技師を行うことによる利点として、体の損傷の防止と捕食者からの逃避が考えられる。疑使は捕食者に捕らえられた時などに起こる。捕食者から逃げられそうにない状況下で無理に暴れると疲労するだけでなく、体を損傷する危険がある。捕食者は被食者、中一が急に動かなくなると力を緩める傾向がある。 このような時に捕食者から逃避できる可能性が生まれる。この機会を生かすためには体の損傷を防ぐ必要がある。義式の特徴義式中の動物はある姿勢を保持したまま不動になる。その姿勢は動物により様々である。ただ、不動状態の時の姿勢は普段の姿勢とは異なる不自然な姿勢である。動物は外力によって姿勢を変えられるとすぐに 元の姿勢を維持使用して動作する。この動作を抵抗反射という。しかし、義子の状態では抵抗反射の機能が急に低下して、不自然な姿勢がそのまま持続する。このような現象をカタレプシーという。カタレプシーは、義子中の動物すべてに当てはまる特徴である。義子の持続時間は、甲虫類以外は、数分から数十分で、義子からの覚醒は、突然起こる。 疑似中の動物に対して機械的な刺激を与えると覚醒する。疑似中は呼吸数が低下し、また様々な刺激に対する反応も低下する。疑似中の動物の筋肉は通常の静止状態の筋肉と比較してその硬さに違いがあり筋肉が硬直している。そのため同じ姿勢を長時間維持することが可能となる。中本節の参考文献、イヌジステンパー。 イヌジステンパーに罹患した本アシュの存在が報告されている。本アシュだけでなく、アナグマやハクビシンの罹患も報告されている。海鮮海鮮に罹患する本アシュは多い。海鮮は重篤化すると、最近の二次感染を招き、また体毛が全身が脱毛するために、体温維持が困難となり、陶器に死に至る。海鮮の伝染により、 地域個体群が絶滅したと考えられる地域もある。イヌジステンパーと海鮮による本アシュへの影響の違いは、イヌジステンパーはある地域で流行しても、その流行は2から3年で収束する。この疾患により、本アシュの個体数が減少するため、それに比例してこの疾患自体も減少する。これに対して海鮮は一度その地域で流行すると、 本亜種の個体数に関係なく本亜種に影響を与え続ける。海鮮は本亜種に肥前谷が寄生することによって発症する疾患であるが、海鮮に罹患した個体は健康な個体と比較して肥前谷に対する抗体の量が多いことが判明している。海鮮に罹患し、その後治癒した個体と死亡した個体の抗体の量を比較するとその量は同じであった。 このことから、ある種の交代は、自然谷に対して影響力が弱い可能性がある。海鮮の感染経路はまだ解明されていない。高速道路網の発達により、本亜種の交通事故が増加傾向にある。1985年は2300件であったが、1993年には8500件に増加した。東日本に比べて、西日本での事故発生が多い。 事故発生時期は10月から11月が最も多い時期である。この時期は小狸が親狸から独立する時期にあたり、危険に対するに認識が薄や成獣が交通事故に合いやすいと考えられる。高速道路の構造にも事故発生の要因がある。事故が発生する場所の高速道路には本亜種が高速道路内に入りやすい構造になっている。尾根を屈作して、 道路を不設し、野生動物の侵入防止策がない場所で事故が起きやすい。また、高速道路付近に畜舎があると、そこでも交通事故が発生しやすい。畜舎に本アシュが立ち寄っていると考えられる。本アシュの交通事故は、一般道ではより多く、事故に合う個体数は11から37万匹と推定される。餌付けと給仕は異なる。餌付けは、 人為的に野生動物に餌を与えて、野生本来の活動を変えてしまうもの。それに対して給児は、野生動物の生存に必要な食事を人為的に補給するもの。陶器に単調ずるなどへ人為的に餌を与えることは給児に当たる。ホノア種の場合は、人為的に餌を与えずとも生存していくことが可能である。ホノア種が動物性タンパク質を特に必要とする時期は、 子育て期で植物からはビタミン類や食物繊維などを補給している。餌付けで使用される餌は高カロリーでタンパク質が少なく栄養のバランスが悪い。保足を餌付けすることにより保足の生活圏が人間の生活圏と密接になり餌付け場所付近の農作物に被害を与える問題が生じている。また人家の庭にため糞をするようになり その悪臭が問題となる。最悪の場合、餌付けしていた人家自体が餌付けされた本足を処分する事態にまでなっている。自然保護専門家らの間では餌付けを否定する意見が多い。しかし、東京農業大学教授安藤玄一は餌付け否定の形式的な推進は人間と野生動物との関係を希薄なものにしてしまうと遂行している。 ウェブサイト出版物論文写真掲載ウェブサイトありがとうございます。